ではまず、鉄板に油を敷きまして、すごい乱雑に切った小松菜を敷いていきます。ちょっとね、温めていきましょう。はい、軽く炒めましょうね。でね、小松菜がだいたいいい感じにしなしなしてきたので、シーチキン入れます。あ、もうめっちゃ油入ってきてる。あ、跳ねるねこれ、ごめんね。あ、大丈夫、ちょっと閉じるわ小松菜で。あ、これ使う？もしかして。うん。あ、ちょいちょいちょい。シーチキン。うん。うん。うん。で、ちょっと跳ねないように。気持ちなる。倒して。無理だな、これ。全然跳ねてる。全然跳ねてないけど。あ、いいよ。そしたら、味付けしましょう。軽く塩ですね。軽く。塩で味を整えられるので。塩を入れまして、ブラックピッパー、ブラックピッパー、ここで味をキリッとさせないと。うん、キリッとさせて、やっぱり香ばしい醤油ですね。うん、いい音。で、混ぜていきます。鍋肌にやることでさらに焦がし醤油になって美味しくなるんですよね。はい、もう完成ですね。はい、じゃあ完成しましたのでね、いただいていきたいと思います。おお、うまそう。いただきます。はい、どうぞ。この材料でこのうまさ半端ないよ。半端ない。うん、おい、めちゃくちゃうまい。いただきます。酒が進むね。うまい。うまいよね、マジで。うまい。めちゃくちゃうまい。間違いないわ。小松菜やばくない？めっちゃうまいね、小松菜。うまいわ。箸が早い。うまい。うますぎて箸が早いのよ。うまいよ。箸が早い。ほんとうまい。進む酒が、マジで。玉ねぎ、卵。玉ねぎ卵。玉ねぎ卵。ちょっと小分けできます。よし、こっちかい。あ、中入れるんだ。そう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 。素晴らしいね。はい、繰り返しました。一番いいところ取ってないっていう。はい、多分裏面もね、いい感じに焼けたと思うんで。じゃーん。じゃーん。いいね、黄身もね、火が通ってね。玉ねぎの火加減はどうなの？絶対いい感じだと思うよ、うん。で、最後にね、ちょっとアクセントでブラックピッパーを。で、ちょっと醤油かけますので。で、マヨですね。はい、マヨビーム。マヨビーム。うまい。いや、絶対うまいわ。食べてみる。いただきます。はい、じゃあいただきます。すいません、大きい方いただきますけど、いただいてください。旬の方が身長でかいからね。ガブって、うまい。うまそうに食うね、自分。本当にうまい。でも本当にうまそうに食うわ。見てて楽しいわ、こっちが。うまい、マジで。うん、うまそう、ほんとに。これもう、うまい。うまい。うまいしか、でも、マジで。お酒とは合いますか？合う。合う。もう、もう最高のあてだよ、酒の。いいっすね。マジうまい。最高。いきまーす。次は、豚肉。豚ですね。簡易的な生姜焼きを作ろうかな。簡易的。なるほど、簡易的なね。そうそうそう、玉ねぎやった方がうまいから、僕今玉ねぎ分解しよう。で、ちょっと火を通しますね。はい、塩。で、胡椒。はい、いいですね。ブラックピッパー。
ちょっと臭みというか強烈ですね。これ入れますか。あーいいですね。あ、いいじゃん。あ、そうですね。音がいいな。うん、もういい匂いするもん。うん、そうですね。思いのほか豚肉が火飛んだ早かったので一回取り出します。いいじゃん。いいね。ニラを入れまして、じゃあちょっといい感じの匂いしてきたんでお肉も入れちゃいますね。入れちゃおう。入れちゃってさらに味付け完了させちゃいましょうか。 OK。 生姜さらに入れる醤油ですね。うぅうまいじゃん。うまいじゃん。よし、混ぜていきます。うん、もう絶対うまいと思うけどね、これは。絶対うまいね。はい、完成しました。それでは早速いただきたいと思います。これぐらいで、これぐらい。僕はどっちかというと野菜ですか。いただきます。いただきます。これ結構自信作だからね。いいね。店開くマジでうまい。やばい。うん、マヨネーズつけてもうまい。でもマジで、うん、うー気持ち悪い。つまみマジで好きだわ。つまみ料理が好きなんだよね、酒の。さあ、いいね、つまみは。うんまっ。本当に本当にうまそうに食うね、マジで。痙攣起きてる、うますぎて。もうみんなやろう。うまい。うまいよねこれマジで。お酒に合う、おつまみもう第3位。あ、3なのか。1位じゃないんだ。マジうまい本当に。こんなにうまそうなリアクションしてんのに。